ヘンリー・ワイズヘンリー・ワイズは、イギリスの庭師、幼稚園主として知られるが、宮廷画家も務めた。当時のアン・女王のお気に入りの庭師として歴史に名を馳せる。英国人庭師、庭園デザイナーであるほか、幼稚園主も務めた。ジョージ・ロンドンに弟子入りし、キューブロンプトン園で働いていた。二人は、後でパートナーとして共同。彼らの主な実績には、 ハンプトンコート庭園花壇、チェルシー病院、ロングリート、チャッツワース、オーストラリアメルボルン市庁舎、ウィンポールホールと城などがある。作風は、フランスとオランダにおけるハワードらの現代的な庭のデザインや彫刻からインスピレーションを得ている。ケンジントンガーデンズは、ヘンリー・ワイズとチャールズ・ブリッジマンらによって、ファッショナブルな機能を備えた、丸池、 沈工したオランダ式の庭がレイアウトされた。ワイズとロンドンはこのほか自国内向けに演芸史上著名なフランスの書籍を翻訳している。その著は、ラティディガールレアと題され、二分冊になっている。本書は、1706年にロンドンで刊行され、人気を博し増殺が行われたほどである。ワイズは、ガーデニングの努力を通じて、富裕層となり、 ウォリックシャーの修道院の荘園を購入した。その他、不動産やマンションを購入し、1727年に地方の王子主として引退した。作家と庭園デザイナーとして著名であるスティーブン・スイッチャーは、ロンドンとワイズの下で修行している。イギリスのアン・女王とキング・ジョージ両方から、王室庭師のポストに任命されてから、ブロンプトンの園は、他の庭師に任されるが、 ワイズは家屋とブロンプトンのパーク部を担当。彼の意思によって1734年にワーウィックにあった彼の家をブロンプトンまで残りすべて相続人に任された。ありがとうございます。